ワンウェイクラッチとは一方の方向のみに回転力を伝達するクラッチ機構である。フリーホイールとも呼ばれる。ワンウェイクラッチは同軸上の内輪と外輪の間で一方向のトルクを伝達する構造でベアリングとしての機能を持たせたものもある。多くの場合潤滑油やクリースによって潤滑されている。スプラグ式ワンウェイクラッチの外観スプラグ式のワンウェイクラッチは 外輪と内輪の間に、スプラグと呼ばれる、ダルマ型の輪止めが組み込まれた構造を持つ。インナーレースに対して、アウターレースが一方へ回転すると、スプラグが噛み合って、トルクを伝達し、逆回転した場合は、スプラグの噛み合いが外れてトルクは伝達されなくなる。英語では、スプラグクラッチと呼ばれる。カム式、ワンウェイクラッチの模式ズローラー式とも呼ばれる。カム式のワンウェイクラッチは、 外輪と内輪、ローラー、スプリングで構成され、外輪の内側、または内輪の外側に、カム面を持ったポケットが設けられる。ポケットの内部にはローラーが配置され、スプリングによって外輪のカム面と内輪の外側、あるいは内輪のカム面と外輪の内側に接触するように保たれている。内輪に対して外輪がある位置方向に回転しようと、するとカム面と ローラーとの接触面圧が高くなり、抵抗となって内輪への動力を伝達する。逆方向に回転すると、カム面とローラーとの接触面圧が低くなり、すべて動力伝達を切断する。自動車セルモーターとエンジンの橋渡しをする部品として、ワンウェイクラッチが組み込まれている。エンジンが停止している状態で、セルモーターが回転すると、クランクシャフトへ始動トルクが伝達される。 エンジンの始動後にセルモーターが停止したり、クランクシャフトの回転速度がセルモーターより速くなると、クランクシャフトからセルモーターへのトルク伝達が切断される。また、万が一セルモーターが配線の誤接続などにより逆回転。オートマチックトランスミッションのうち、プラネタリーギアを利用した機構では変速動作のために、3ギア、ピニオンキャリアといった、 回転部品の回転方向を制御するためにワンウェイクラッチが利用されている。車軸とギアボックスの間で変速ショックの緩和に利用される場合もあった。ヘリコプター奥のヘリコプターのメインローターにワンウェイクラッチが採用されている。飛行中にエンジンが停止した際でもワンウェイクラッチによってローターがエンジンの抵抗を受けずに風圧を受けて自然に回り続ける。 オートローテーション状態に移行し、浮力を発生させて安全に着陸することができる。ベルトコンベア多くのベルトコンベアでもワンウェイクラッチが利用されており、駆動系統の一部が破損した場合でも、コンベア全体を停止することなく保守点検が行えるようになっている。釣具近年のリールでは、逆転防止機構にワンウェイクラッチが使用されている。ありがとうございます。